こんなとこで野宿かいな。腹も減ったしな。飯か。それならワイに任しとけや。肉は私が調達しよう。じゃあワイは魚と果物だ。おっちゃん、火を起こしといてや。すぐに戻ってくるからな。ああ、わかった。さあ、若葉。はい。トマホークさん、まだ眠らないんですか？一つ聞いてもいいかな。去年ワイと戦った後何があったんですか？この勝負どこまで続くかわからんけど、最後までベストを尽くそうやないですか。もちろん。言ったようだ。さて寝るか。サル君、君も早く眠った方がいい。一同起床。支度ができ次第直ちにスタートする。競技に戻りたいんでな。オッケー。サバイバルコース、どっちが生き残るか。よっしゃ、行くで。目障りな沼だな。いや、気にするな。しまった、手元が狂った。沼に落ちるぞ。水面をバウンドしたぞ。次は私の番か。さすがだな。あんなところに乗っかっとる。どうせ
どうやっても打てんな。ワイの辞書に不可能という言葉はないんや。そんな強がり言っていいのか、サル。ほんじゃ証拠見せてみ。慌てるなって。あの鶴の長さが15メートル、池の直径が30メートルということは、兄さん、兄さん。なんや。あれを見てください。うん、あれなら使える。トマホークさんちょっとこれ貸してね。トマホークのボールは軽々とフェアウェイをキープした。一方、サルのボールは崖っぷちギリギリのところに止まっていた。もう少しで谷底や。危ないとこやった。そんなことより目の前の滝はどうするんだよ。それよりもあのグリーンの方が問題や。問題って何が問題なんや。よく見てみなよ。わしにはごく当たり前のグリーンにしか見えんが。グリーンの半分が傾斜しています。その傾斜の途中にカップがある。旗包みをするのはとっても不可能です。うまくグリーンに乗せたとしてもパッティングがうまくいくかどうか。距離は90メートル。兄さん、滝を迂回しますか。スライスボールか。そいつはダメや、中丸。あの崖見てみ。左の崖でスライスをかけられない。浅いスライスをかけると向こうへ突き抜けてしまうかもしれないし。そういうことや。最短コースで行ってみるより他ないやろな。抜けた。乗りおったで、セリオンだ。喜ぶのはまだ早いで。は？相手も間違いなく乗せるやろ。それもワイのボールよりも遠くにな。兄さんより先に打ってニューサイクロン P を使おうってわけですね。遠くへつけたか。トマホーク、チャンスだ。ニューサイクロン P で猿のラインを荒らせ。やっぱりトマホークさんの方が遠い。無事だぞ。入った。うわっ、うわっ。
ったよ。ニューサイクロン P の回転力が強すぎたんだ。バカ者め、せめて猿のラインを阻んでおけば。なんとのことだ。ワイの番やな。どうしてラインを荒らさなかったんだ。あの傾斜を当たり前にパッティングしたのでは到底登りきれない。カップは真横に近い。どうする。君の方が一枚上だったようだな。いや、あんたの強さがワイの闘志に火をつけてくれたんだ。君とはもう一度戦いたい。もちろん、喜んで。トマホーク、愚かなやつよ。それにしても猿のやつめ、危機に陥れば陥るほど強さを発揮する。底知れぬやつだ。しかしやつの強運もこれまでだ。ついにワイとキングシーザーの決勝戦が始まる。キングシーザーの秘密練習を覗きに行ったコマルが炎のように光り輝くボールを目撃した。まさかそんなことが。プロゴルファー猿、闇の帝王キングシーザー、また会おうぜ。